聖は源氏摂津源氏ただ源氏ただ源氏は、聖は源氏において、源の三つ中に始まる摂津国ただ章を本拠とした、系統を指した呼称。聖は源氏における、ただ源氏が指す一族の解釈は、必ずしも定まったものではなく、今日に至るまで、以下のような用い方が流布しているが、いずれも誤りではないと言える。ただを本拠とした、源の三中を中心とする初期、 生は源氏全般を指して用いる場合、三中の着手として、忠だ章を継承した、より密の光栄、摂津源氏と同義で用いる場合。ただし、近年では、より厳密な定義として、上記摂津源氏の中でも特に忠だ章を相続した、系統のみを指して、忠源氏と呼ぶ用い方もなされている。平安時代中期に、都の軍事貴族であった、 源の三中は二度国主を務めた、摂津国川辺軍忠商を所領として、省内忠盆地に入部し、現在の忠神社付近に館を構えて周辺に、老働を住まわせたとされる。そしてこれらの老働を組織して、忠商に武士団を形成したことから、後に部門として大きく発展した聖は源氏一族の最初の拠点となった。忠商は、 三中の着子であった頼光が継承し、頼光の長子来国を経て、その伊より綱に継承されたと一般的に考えられているが、頼光と来国はもっぱら中級の貴族として都で活動しており、ただとの関係を示す資料は現在のところ確認されていない。これに加えて、初期ただ源氏の系譜には混乱が見られることなどから、 ただしは三中から七男来藩とその子の頼綱に継承されたとする説が昭和40年代に提起されたことがある。これに対し、三中の着流である頼光内国が所領を許さなかったとは考えがたく、またこの時代は、石棺政治の確立により、武力を要する政変などがなくなっていたことなども踏まえ、ただしの経営は一族や、 老頭の者に任せ自身は在京したものであるとの考察もなされているが、現時点では判然としていない。忠将は、頼綱の時代に、石関家に寄進され、石関家領将園となる。そして、上略三年の延暦寺の豪祖の際には、頼綱が忠相の老頭を率いて、都の防衛に当たっている。その後、忠相は、頼綱の長子民国が継承した。 陰世紀に至ると、初流の国房の系統や、中世の系統が、北面武士などとして陰に施行したが、石関家領である忠相を継承した、民国の系統派行綱の代に至るまで、陰北面とはなっておらず、代々石関家の私的武力としての性格を持ち続けた。一族の者は中央に出資して代々蔵人を務め、着流は、忠ンドを称したが、石関家の政治力の低下とも、 相まってその勢力は振るわず、行行に至るまで重だった人物は出ていない。方言の乱では、総領の座をめぐって、激しく争った頼盛、より森、来賢兄弟が、後白河天皇法とス徳上皇法とに分かれて、戦い、上皇方に組みした、来賢とその着手も立名が処刑されている。続く平時の乱では、ただクランド大部、来藩なる人物が、藤原信より、 原義朝方として三条度の襲撃に加わり、戦後恩賞として、摂津神に任官されたことが、平時物語に見えているが、その他の資料における所見はなく、ただ源氏の動向はつまびらかではない。平氏政権下となると行行が、獅子型にの陰謀に加わりその防御を密告したことで、知られるが、この陰謀で、行行が、藤原成地下によって、藩平家の大将に据えられたのも、 忠相の武力を背景とした行幸の力量を見込んでのことであった。その後の辞書、樹衛の乱では行幸が摂津武士を率いて源氏法の一翼として活躍したが、東国武士の当領となり世は源氏の着流を辞任した源の頼朝によって忠相を奪われると忠源氏は没落した。その後の忠相は忠源氏の所流や、 累代大の家人たちによって構成されるただ院、御家人によって在地支配がなされ、ただ源氏直系の子孫は、ただしやのせ氏などとなったとされるが、その詳しい動向は明確でなくなっている。旧ただ僧の正域にあたる、現在の兵庫県川西市、三田市、稲川町、宝塚市及びその周辺の地域には現在でも、ただ源氏にまつわる伝承を縁起に残す社地が、 複数存在している。元木安を、源の三中、寄光摂政法一長下の死後などただに隣接する、摂津国の世軍に、内国が入部し野瀬市の世子の居城である丸山城を築城したとする、伝承が存在するが、史料上の所見は確認されておらず伝承の域を出ない。安田元久、多田源氏の警府をめぐって、武士世界の除幕、尊卑文脈の記述によると、 より三の七弟である、大藩の子によりつなという人物があることから、内国の逸つであるよりつなは、実は、大藩の子であり、ただしょうは三中から、大藩、その子のよりつなに継承されたとする説が提起された。しかし、大藩の兄であるよりや来心が、本願の説を離れ山とや川地に所領を、開発していること、また文脈を詳しく見ると、 双方の頼綱のこの記述が違うことや、忠源氏の頼綱には、同母帝があること、そして、頼綱の子孫で宮遣いした女子たちが、美野、佐抜など、頼光、内国の受領国を女房名としていることなど、この説には疑問点が存在する。元木康夫、源の三中、頼光摂政法一長家の守護系における、三中、頼光の邸宅は、 左京一条付近に損したが、寄綱以降は六条防門に拠点を移したと推察されている。ありがとうございます。